周年でしかできない、その20年間の今までのソニックのヒストリーの中を、ギュッと凝縮したような、ゲームを作ろうということで、今回ソニックジェネレーションというのを、企画しました。その20周年の中で、ゲームプレイの一つとして、最近の、モダンスタイルの、ゲームプレイから、クラシックスタイルの、ゲームプレイまで、を代表するキャラクターとして、今回2人のソニックと、2人のアクションゲームスタイル、そうですね、2010年、ソニック、20年の長い歴史の中で、クラシックスタイルの 2D の、ソニックのゲームプレイが好きだというファンの方と、あと、最近の 3D になったソニックが、好きだというファンの方と、大きく分けてその2つの、ジェネレーションがあると思うんですね。で2010年、昨年には、そのコアの昔からのファンの方のためにソニック4エピソード1というタイトルをリリースして、で最近の 3D ソニックの、新作としてソニックカラーズというのを、リリースしました。で今回、2011年20周年にあたっては、その2人それぞれの、ジェネレーションのユーザーの方々に、1つのソフトを、楽しんでいただいて、こうみんなでジェネレーションを超えた20周年というのを、みんなでお祝いしようじゃないかというところが、狙いの一つです。今回、ご紹介したグリーンヒルっていうのは、一番最初の1991年の一番最初のソニック・ザ・ヘッジホッグを、ベースにして、作られたグリーンヒルっていうステージを、今回ご紹介しましたけども、これから、順次、公開していくステージの中には、もっと、時代の、変わったものから、ピックアップしたステージを登場させますので、クラシック以外だけではなくて、ここ最近の、ソニックシリーズからも、その全てを、ステージとして登場させていますので、必ずしも昔から、最近まで。付け加えれば、今言える情報としては、今回ソニックがプレイヤブルキャラクターのゲームなんですけども、それ以外にも、テイルスやナックルやシャドウといったさまざまなキャラクターも、登場、歴史の中には登場していきますので、そういうキャラクターたちも何らかの形で、基本的なクラシックと、モダンのソニックスタイル、ゲームスタイルを再現することに重点を置きますので、コアアップとか、あと、レースモードとかそういうのは入れてないです。